この物語を見ている人たちがいつの時代の人かはわからない。今がどんな時代かって言われたらこう答えるしかない。世は空前のソフトボールブーム。ソフトボールはとってもおしゃれ。途中で穴に落ちたわけだ。はい。で、気がついたらこの世界にカエルが喋ったんです。それは私の世界では考えられないことで。カエルは喋るよ。襲いかかってきたら俺はとにかくあの手に食らいつくから、お前その辺のコンボでぶったたけ。これ取れますよ、ほら。うわぁ、着脱式ですか。取った方が全然素敵よ。そう、すべすべ。顔もさっきより優しくなった。あ、そうですか。あ、すごいすごい、とってもよく似合ってるよ。ねえ、すっごくかわいい。これなら心置きなく友達になれそう。あ、そう、嬉しい。行こう。うん。それにしてもよくわからない世界のよくわからないスルメの町に来ちゃったけど、クロエはすごく優しい目をした女の子で、こう言っちゃなんだけど、どう見ても貧しい家の子なのに、街行く人からはスルメ姫と呼ばれていた。うわうわ、だっけ、ここかわいい街だね、スルメが丘。みどりはどんな街から来たの？中目黒で、言っても分かんないよね。何黒？音だけ聞くと怖いよね。大丈夫だよ、みどりはきっともっといい物語の主人公になれるって。すっごく可愛いし、すべすべだし。ありがとう。あなたの物語は今まさに起こってるんだって。あなたは他の世界に迷い込んだ女の子の物語の主人公なんじゃない？アリスみたいな。だからカエルが喋ったりしたんだ。